て、その小学生以外にも企業とかからもなんか、ね、来てるんですよね、はい、具体的になんかどういった話が来てる今その具体的に話が進んでいるものとしてはその建設環境研究所さんと、うん、その、まあ、調査員その会社の方が実際調査員になってくださって、うん、でその、まあ、全国規模の会社ですのでその、うん、いろいろな地域からその観測していただくっていうことに加えて あと、まあ、もちろんそのなんだ、まあ、会社の中でのデータの取りまとめとか、うん、あと実際そのモニタリングに使用するマニュアルをその改定してはどうかみたいなその実務的なところまでサポートしていただいているっていうになりますね、それはすごい心強いです、はい、そうですね、他にもそのキヤノンさんの CSR 戦略 の、 その方々がその興味を持ってくださって、うん、今度実際に打ち合わせをしましょうみたいな、うん、そのまあ本当さまざまなそのコラボレートがあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そういう大企業までやりたい関わりたいというのが来てるんですね。企業の方は、まあ、当然民間企業なんで普通はそう、まあ、ビジネスとしてやってる上でその中である意味ビジネスはまあ関係ないじゃないですか、はい、そういうところにこう来てくれるというのはどういうモチベーションなんですかね。やっぱりなんかその単純に生物が好きとかそういう人たちがこう会社の中に来るとか社会貢献とかそういうことですか。そうですね、実際その会社単位でそのご参加いただいている方々はまあ、基本的にはそのアセスをやっている方であったり、あとその、まあ、そのキヤノンの CSR さんの方ではその実際そのキヤノンはかなりその鳥の保全にその注力されているの で、はい、でそういったその鳥の保全をやっているところのサイトでこれ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  の、 その種目がいるのでその実際我々としても参加することができるんじゃないかみたいなそのご提案いただいているので、実際その生物とかそのなんか自然っていうことにもともと会社単位で取り組んでいるっていうそのバックグラウンドがあるんじゃないかなと思ってます。ぜひそういうなんか日本の企業の方でも社会貢献とか、あとはまあ単純にその会社の中でそういう生き物好きみたいな集まりがあれば、はい、そういう単位で応募してくださってもいいので、なんかいろいろそういう個人ベース小学生から企業までかなり輪が広まっていて、なんか最初そこまでなんか応募があるのかなって私もちょっと正直思ってたんですけど、なんか想定外のすごい反響があってなんかすごい楽しみになってきますね。その輪が広がってくる、まあ、結局その今調査員として応募してきている方は合計で何名ぐらい今、1週間前の段階で224名だったんですけども、まあ、その後も少しそのお問い合わせいただいているので、はい、今230弱ぐらいだったんです。じゃあもう本当にどんどん増えてきてる状況ですね。そうですね。たくさんの方にご参加いただいてはいるんですけれども、うん、実際その東北のエリアとか、うんうん、あと九州のエリアはそのまだ調査員の方がいらっしゃらない県がたくさんありますので、はいはい、そういったところにどうやってアプライしていこうかっていうのはちょっと我々の方でも戦略的にいかないとなと思ってます。あとはその、まあ、4月以降データもまあ、増えながら集まってきてると思うんですけども、今まではどういう生物のこう情報とかデータが集まってきてるんですか。そうですね、その一番やっぱり多いのはそのセミなんですよ、うん、その夏 の、 その、6月ぐらいに開始したので、はい、その頃から始めてくださってる方っていうのはもうまさしく最初に出てくるのがセミだったんですね、うんうん、なのでこの、まあ、特にアブラゼミとかヒグラシとか、はいはい、そういったそのセミのグループが非常に多く集まってます、はい、その後このご参加いただいた方が今たくさんいらっしゃるので、まあ、ススキだとかその秋のイベントを、はい観測したっていう報告をいただいてます。データっていうのはどっかの段階で、まあ、ちょっと定期的に取りまとめて例えばその夏のセミの状況がどうだったとかいうのは、はい、公表っていうか。そうですね、その調査員の方々にはそのニュースレターっていう形で、うんうん、その、まあ、季節の節目節目にそのお送りしたので、全くその調査員でない方でもそのなんというか我々がやっていることがその今どういう状況にあるのかっていうことを理解していただくと、あ、調査員になろうかなって思ってくださる方もいらっしゃると思いますので、そういったその調査員じゃない方にも情報を公開していきたいなと思っているので、それをどんどん A プラットから発信していきますんで、はいはい、なのでその例えばニュースレターのアーカイブみたいな、はい、うんうん、あ、いいですね、やってもいいのかな、はいはい、ぜひやりましょう、はい。まあ、最後になるんですけど、まあ、今後の展望というか、まあ、当然これ継続的にやっていかなきゃいけないことだと思うんですけど、まあ、ちょっとなんか今後こういうこともやっていきたいとか、まあ、そのこう継続的にやっていくために今杉本さんの方で考えていることとか、何
なんかあったりしますか？そうですね、まだそのなんか短期的なそのビジョンが僕の中にはまだないんですけど、うん、まあ、とにかくそのたくさんの方にご参加いただくためにも、そのどういったところに声をかけていけばいいかなっていうふうに考えてて、例えばその小学校とか中学校 の、 その学校単位でその教養なんていうか、なんていうんですかね、環境教育とかの授業の一環で取り組んでもらうためには、そのどういったその学習プログラムみたいなものに組み込んでいけるのかっていうのを考えたりしますね。で、結局その長期性の観点から言いますと、やっぱりそういうなんていうか、まあ、学校とかっていう母体ってそのかなりあの、まあ、絶対そこから動くことはほとんどないわけじゃないですか、はいはい、しかもその海外とかだと結構その学校単位でその参加して、実際学習プログラムも走ってるよみたいな取り組みがあるので、そういったものを日本でもこの導入していけないかなっていうことを考えています。じゃあ、あのいろいろお話を聞かせてもらってありがとうございました。なんかこれあの継続的な取り組みなので、ぜひまた節目節目でちょっと辻本さんに来てもらって、今こんな状況だよとか、ここまでデータ集まったよとかっていうのをぜひあのお話聞いて、あの皆さんにアピールできればなと思うので、そうですね、はい、利用させてください。じゃあ次はまあ何かこうデータが取りまとまったタイミングとかで、はい、お話を聞かせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。